思い出のガンプラキットレ重衆、ハイグレード、オーラバトラー、トカマクガンバイン。ハイグレードオーラバトラーシリーズを覚えている者は幸せである。私たちはその記憶を脳裏に深く、そう、深く刻まれていたにもかかわらず、プラモの再販がないと二度と思い出せないサガを持たされたから。それゆえに、封印されていた次の物語を伝えよう。クリスマス恒例、ハイグレードガンバインを語って、いやあんな気分になっちゃおうのコーナー。メリー、苦しみます。またクリスマスにガンバインネタをやるとは思わなかったのねん。毎年毎年、クリスマスはろくなことがないパティーン。ところで皆さんのところにサンタさんは来たかいな？うちにはサンタは来なかったけど、夏目友人帳の東子さんに激似のおばさんが。聖書に興味はおありですか？なんつってやってきたのよ、パナイネー。バカ野郎、あやお前より年下だ。あ、ハムの人だ、ハムくれ、ハム。ハムよりも素晴らしいお聖母を持ってきてやったぞ、刮目してみるがいい。えれえ、貴様、ヤフオクで落札したのか？いや、ホビーオフに売ってたぞ。なんてこった、おそらく、どこぞの罪もデラーがブアルハラに旅立たれたのにちげえねえ。買い取り査定額がすんげえ低いホビーオフで売っていたのがその証拠。家にうず高く積まれた宝物。いやさ、家族が言うところのゴミをタコにして。いや、いかにして誰にも知られずに処分するかにかけて、ざっくりした査定をするホビーオフはうってつけなのだー。どういうこと？けい、先走るな。たまたまホビーオフに売っていたとは考えられんか？ないね、100% ないね。仮にヤフオクで売ったならば、少なくともホビーオフに売っ払うより儲かるのは必要。しかーし、取引時に自分の名前や住所を晒してしまう。自分が、そして家族が、とんでもねえオタク野郎とイコールだと思われたら、世間様に顔向けができやしねえ。そんな事態を何としてでも避けたいがために、あえて、そうあえて、ホビーオフを利用したに違いねえ。家族には金よりも、自分家からオタクなんて社会不適合者を出したことを早々に隠蔽する必要に迫られ、すぐさま最適の策を講じたのだよ。わかれ。そうだ、その通り。さらに言えば、おそらく他の家庭では、持ち主以外はパソコンに明るくなかったに違いない。うちの家庭でもパソコンを使えるのは俺一人、おいっ子も、最近彼女なんて作りやがって全然遊びに来やしねえ。そんな家庭じゃね、持ち主をなくしたガラクタは、暗黙のうちに処分される運命なのだよ。悲しいねえ。そういや、知人が亡くなった時も、そいつが使ってたパソコンをそのまんま、中身も確認せずに、パソコンを欲しがっていた女子高生にくれてやったところだね。会計なんたらってフォルダを開けたら、中身はエロ画像のオンパレード、エロゲもあったりしたもんで、思春期の乙女の人生観を狂わすのに十分すぎるほどだったという。ちょっと待て。はい？違うだろ？こういう時に言うセリフは、そうじゃないだろう。今年も素敵なお歳暮ありがとね。モルダー、あなた疲れてるのよ。それはさておき、私にお手紙が来ております。コメントじゃなくて手紙か？イエス。ヤフオクで、処分品のプラモデルをしこたま落札したところ、プラモの解説書にお手紙が挟んであったのよん。せっかくだから読んで使わそう。背景。私は彼々何がしというものです。背景。私は彼々何がしというものです。こんな文を見つけて、さぞかしびっくりされたことでしょうね。突然ですが、あなたの元にこのプラモデルがあるということは、おそらく、私はすでにこの世にいないということなのでしょう。もう何年も病床にあり、好きなプラモデルも作れないまま今日に至ります。残念ですが、私がいなくなれば、収集したプラモデルをすぐさま家族が処分するのは容易に想像できるのです。どこのどなたかは存じませんが、私に代わってこのプラモデルを完成させてはくださいませんか。勝手なことばかり言うようですが、私の最後の願いだと思ってお聞き届けください。お願いいたします。七子った、こいつを燃やして、来なかったサンタの代わりにサタンを召喚してくれるわー。クリスマスのネタじゃねー。いやはやー。暮れにでもぶちかまそうかと思ったらね。仕事が忙しくなってきましてね。うんうん来てます来てますよ。このケーキの上げ上げ感が半端ない時に、仕事せんでどうすんじゃーってな感じなのですよ。うん。来年まで稼いで、ついでに恒例の一人旅なんて行ってきますよ。ほなさいなら。ハイグレードオーラバトラーシリーズとは、2000年に始まったガンバインキットのリニューアルシリーズである。プレイステーションゲームの聖戦士ガンバインや、ガチャポン EX、カードダスマスターズなどの商品も発売され、電撃ホビーマガジンでは、特集記事が迷子を組まれたものでございやす。だが、しかーし、この企画、ひでえやらせ企画だったもんざいもん。こんなご時世にガンバインのキットなんて売れるわけないじゃんねえ。しかも、すんげえ癖のある仕様だったこともあって、モデラーからは敬遠され、電撃ホビーマガジンの記事の内容も回を追うごとにひどくなり、ついにはファンが気分を悪くするような内容までまんまと載せちまうありさまは、ミレニアムどころか世も末な感じだったりしたのよねん。一番キット化を期待されていたサーバインは、ファンの熱意が足りませんでしたー。でな、あんまりな言われようだったやねえ。何かい？
イオンや山田電機にうず高く売れ残りが積まれてた。トットヤとカマクのダンバインが裁けてたならよかったってことですかい？当時の電ホビ市場では、マスターグレードのダンバインでも、あの頭部でのキット化もあるかもしれぬといういやあんなネタもあったりしたものよのう。でも、結局、当時は実現しなかったので一安心。だいぶ経ってから、成形食材キットがプレミアムバンダイで発売されたのでござんすよ。はい。買わんかったけどね。ハイグレードとカマクダンバインは、2000年6月に1000円で発売された、ハイグレードダンバインのリデコキットだったのよん。ハイグレードダンバインにオリジナルの頭部を追加、脚部などを部分的に回収したキットなのですよん。当然ながら、元の頭部もついているのでございます。そうだっけ？トカマクってのは、ダンバインの1話に登場した地上人の一人で、オーラショットも装備していないダンバインで小屋トットとの完熟飛行中、2義分の部隊と遭遇し、マーベルのダーナオシーに瞬殺されちまったお方だよん。もともと、このシリーズ自体、サンライズで検討されてたダンバインの CG 企画用のイラストを、伊豆口豊氏がプラモ用に新規に起こした画工だってことにして、あれやこれやで始まった企画だったのでやんす。伊豆口氏のところに話が来た時には、もう何もかもが手遅れ。出来上がったキットは、これじゃない感溢れるキットだったのですよ。参ったねー。あーこやこや。頭部の変なトサカに始まり、似てないフェイス部分、やたらと長い脚部に有機的とは思えないデザインライン、全く似てない形状のオーラコンバーターに枝付きの服欲、オーラソードもシャープさに欠ける、およそ剣というものとは思えない造形、軟質樹脂製のハンドパーツに、保持力を期待しても無駄、ハンドパーツ自体がポロポロ抜けちゃうありさまなのよ。あいたたたー。当時のバンダイ製 ABS 関節の硬さと脆さは伝説とかし、ハイグレードダンバインは超難解なキットとして、モデラーの記憶に刻まれることになったのですよ。そうなのよ。バンダイさんがそんな遊びをしてはダメなんだ。硬くて脆い ABS がなぜ問題かというとだね。無事にキットを完成できてもね、ギギッと、関節のきしむ音がするたび恐ろしくなるんで、気持ちよくプラモは使えない点がございます。内部フレームに使われてるだけに、組んだ状態で壊れたならね。その部位のパーツを丸ごと、バンダイさんに注文する必要がありおりハベリーマソカリ。未だに、部品注文カードと料金分の定額こがわせをバンダイさんに送って、2週間ないし3週間くらい、パーツの到着を楽しみに待つ必要があるのよ。わけわかめ。遅いわー。今のご時世に昭和と同じパーツの請求方法なんて信じらんねえ。ネットで部品の請求ができるようにするくれー。バンダイさんなら簡単なんじゃないかいな？てか、何かい？新しいキットを買ってもらった方がいいってレベルの話なのですかい？なんて感じで、記憶正しい俺様でもこんだけ不満な点があるくらいだから、コアなダンバインファンには相当不満だったことは想像できるわけですぜ。とはいえ、スパロボから入った、原作アニメを見ていない世代からはそこそこ評価がある印象なのよ。そうなのよ。最近再販されたやつは値上がりしてるんで、これから購入するんならぜひ気をつけておくんなぜ。再開は、年末か正月の予定ですよん。